本日はちいかわリネットフレンズ2をガチャっていきたいと思います。なんとストレートポンチできました。全4種類順番に出て気持ちよかったです。1回300円と妖精とカオス割に比べると安く感じて10回ぐらい平気で回しそう。今回は4回引いてコンプなので麻痺している感覚にストップがかかってよかったです。だけどガチャに物足りなさが、いやいやいや、毎回ストレートコンプだと嬉しいんだけどね。それでは一つずつ見ていきましょう。最初はちいかわちゃん、オキシ漬けで解決した物語のシーンですね。乗り物は外れません。はい、かわいいです。見えなくなりますが尻尾もちゃんとあります。乗り物に乗せるとこんな感じ。この後絶対ヤバいことが起きると思っていたら元の世界に戻って安心した話でしたね。次はハチワレちゃん、お花持っています。ララララララ、希望。アニメでハチワレちゃんが歌ってくれる日を待っています。商品名出してないからいけるのかな。次はウサギ、ループの世界から戻った後ちいかわちゃんがウサギとハチワレちゃんに出会うシーンですね。葉っぱが小さくて傘になっていないです。漫画のシーンも正面だと濡れてますね。尻尾あります。最後はシーサーちゃん、サタパン瓶食べてます。サーターアンダギーじゃないよ。優しい甘さとサクサクの衣、もっちりふわふわの生地、一度食べてみたいですね。4人並べるとこんな感じ。リネットフレンズってクオリティ高いですね。第3弾も楽しみですよね。全4種類を紹介しました。カニちゃんが立体化されるのはどの商品になるんでしょうかね。リネットフレンズだったら文句なしの出来になるんだろうな。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくね。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくね。チャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちらです。ガオー、上の動画もおすすめだよ。右上が最新動画です。